ドラマシークレットガーデンやファンジニア・チェオクの剣などで日本でも有名な韓国女優ハジウォンが抽象画家としてデビューした。先月30日からソウルカンナムクアックジョンシグネチャキッチンスイートキヨ単焦ルームアトリエで開催されている展示会牛行のこと。ハジウォンは今回の展示会で抽象画スーパーカウ連作3点を出品した。作品は派手な原色と迷いのない筆の線がよく現れている。3作の中、最もシンプルな画風のスーパーカウさんはすでに販売制約済みとのことだ。今回の展示会は、牛年を迎え四字熟語古詩牛行に着眼し、牛に関する作品だけを集めた企画展。虎のように睨みつけながら牛のように歩けという古詩牛行は鋭い洞察力で見通しながら慎重に行動するように、という意味だ。6月19日まで続く今回の展示会では、女優ハジウォンなど画家12人が参加した。